勝利は勇者のもとに。つまり俺様だ。何かお困りですか？ことに集中してくれりゃいい。あとはこっちに任せとけ。その辺を飛び回ってるのは何？いい質問だね。目をかっぴらいてよくご覧。ツールドインフェルノは観客の誰もが最前線だから、最高にぶち上がるレースはドローン中継が大前提。しかもなんと今年の中継内外の通信遅延のわずか10分、ストレスフリーでさらばうっぷん。前置きが長い。はいはい、そうかい。うじゃ、駆け込みで参加陣営のご紹介。防衛側、トライアンフ、ポンペイ、ルシウス、モルス。挑戦者、カリュドーンの子、シーザー、ルーシー、シーズン、フォローへダイブ、火の湖にダイブ、火打ち位置でいまいましいエーテル結晶はクラッシュ。先に儀式をやり遂げたモンスターが、すなわち次の覇者だ。覇者のおっさん、ようやくだな。これでついに決着がつけられるってもんだぜ。大した自信だ小娘。俺を退屈させないよう、せいぜい力を尽くせ。さあ、両者位置について、ツールドインフェルノレーススタート。両チーム一歩も譲らず、分岐点をマッハで突っ切る。次はフォローの中の舞台、火花散らす展開、乞うご期待。今からフォローに入るよ。みんな気をつけてね。行くぜ。目指すはシンダーグローレイクだ。
警告、前方の路面に火災。警告、前方路面上空に危険な建築物。プロキシ、おい、プロキシ、起きろ、大丈夫か。ちくしょう、今の衝撃でボンプが壊れたんじゃねえだろうな。私は大丈夫、そっちの状況は。大したことねえぜ、かすり傷だ。唯一のやべえことは、ここには俺様とお前だけってことだ。ルーシーとライトが見当たらねえ。でけえ岩が落ちてきて地面をぶち割りやがった。気がついた時にはもうここにいたぜ。マスター、激しい振動による空間の断脈であなた様は予定ルートから外れました。現在位置を再計算中です。また落石の発生直前、道路の両脇から激しいエネルギーの放出が検知されました。気に留めておいた方がいいでしょう。激しいエネルギーの放出って爆発のことか。あの道路沿いには古くなった石油採掘施設が5万とあった。爆発の原因はそこかもな。早くしろ。出遅れ、体中キラキラした粉まみれじゃねえか。落っこちてきた時についたのか。あ、本当だ、イアスも粉まみれになってる。待って、これエーテルの粉だよ。それも高純度のエーテル爆薬とかが爆発した時に出るやつ。なんだって、郊外に高度なエーテル技術はないはずだろう。というか、どうしてもそんな危険なものは売っていないはずだ。どうしてここにあるか。結論は一つみたいだね。爆発は人為的なものだよ。なんだと？一体誰の？まさかトライアンフの連中か。やってくれたな、ポンテのおっさんよ。俺を退屈させるなとか言ってたのは俺様とやり合いたかったからじゃねえのか。どうしてこんな汚え真似を。シーザー、その結論に至るのはまだ気が早い。とはいえ、こんなことが起きてしまった以上、今日のレースはもうまともに進行できないだろうけど、ドローンなら爆発の様子を撮影できているはずだ。状況を会場のバーニスに伝えてレースを中止してもらおう。了解、助手2号電話をかけています。あ、プロキシさん、どうしたの？急に電話してきて。今日のフォローは順調そうだね。ぱっと見戦わなきゃいけない感じでもなさそうだし。なんだとバーニス、さっきあんなことが起こってたってのに何にも見てねえのか。え、何かあったの？リン、まずいかもしれない。フェアリー曰くライブ中継の映像が採取されているらしい。僕たちだけでなく覇者陣営の画面もフェイクになっているようだ。両チームとも画面がすり替えられているなんて。これはカリドーンの子を妨害するとか、そんな単純なものじゃない気がするな。そうだね、敵はフォロー内の情報を意図的に遮断してるみたい。それに何より郊外にあるはずのないエーテル爆薬、
見方によっては死んだアグローレイクに手を出そうとしてるってことも。なんだって死んだアグローレイクが危ねえって言うのかよ。シーザー、リンの推測は一理ある。シーザー、あんたはカルドーンのこの大将でハエトーンの雇い主だよ。次の一手は考えてる？すぐにホローから出て起こったことをみんなに伝えるのもありだよ。もちろんそれ以外にも。言うまでもねえぜプロクシー。シンダーグローレイクに行くぞ。あそこに危険が迫ってるかもしんねえってのに放っておけるかよ。あの場所が安全だってわかりゃあとはどうとでもなるんだ。わかった、パエトーンはあんたの決断を尊重するよ。ねえねえ待ってよ、そっちで何の話してるの？なんか大変なことがあったって感じだけどさっぱり分かんなかったよ。大丈夫だバーニス、焦らなくていい。後でしっかり説明する。リン、シーザー、君たちは出発の準備をしてくれ。当面重要なのはライトさんやルーシーと合流することだ。行くぞプロクシー。時間がね。戦闘エリアから生体反応を停止する。このテリアスどもめ、気づかないですわ。ルーシーの声だ、急ぐぞ。大将、俺らは無事だ。にしてもあの崩落は妙だったな。大方エーテル爆薬か何かだろう。なあ、火の湖に悪さしようとしてる奴がいるかもしれねえ。急がねえと。お待ちなさい、バイクもなしにどうやって火の湖へ行くんですの？ヒント、3台のバイクを検知、位置を特定しました。そいつはいいニュースだ、早く連れてってくれ。他社のおっさんたちと一緒にいねんだ。大将、ヤッコさん双眼鏡にかじりついて山の麓の方を見てたぞ。俺らが爆発に巻き込まれた方角じゃないか。モルス、カリドーンの子はいたか？奴らは今どこまで来ている？おい、言いつけ通り奴らが走るルートを監視していますが、一向に姿が見えません。何？妙だな。あの若造どもはこの程度じゃないはずだが、なぜ本番に限って。ポエム、その、大丈夫ですか？おいおい、モールス。エーテリアスを真っ二つにした親分の勇姿、まさか見てなかったとか言うんじゃないだろうな。余計な心配もいいとこだ。
ルシウス、ご機嫌取りも大概にしろ。貴様は俺について長いが、相変わらず強気を避け、弱気を見くびる悪癖は治っていないようだ。貴様は走り屋であり、トライアンフのナンバー2だ。そのざまで後に続く者がいると思うか。ああ、ごもっともです、親分。私は相も変わらず不出来な子分で、親分の下にいなかったらきっと火の湖をこの目で見ることすら叶わないでしょうね。もうよい。貴様は今回あれほど堅くなに避けていたツールドインフェルノへ自ら帯同を申し出た。多少は進歩したと言えるだろう。モルス、引き続きカリドーンの子を見張っていろ。我々は直火の湖に着く。まずいですわね。こちらの想像以上にトライアンフの先行を許していましたよ。けどよ、今の感じだとポンペイのおっさん、爆発に関しちゃマジで何も知らねえように聞こえたぜ。それにしてもモルスの素振りはなんか怪しくなかった？さっきの爆発ですっごい崩落が起きたでしょ。ここなら望遠鏡なんか使わなくたってはっきり砂ぼこりが見えたはずだよ。いいとこつくじゃねえか、プロキシー。いくら俺らを偵察すんのが本分だっつっても、あんなどでけえ爆発警戒すんのが普通だよな。一言も報告しねえのは妙だぜ。ちょっとシーザー、どでけえ声を出すんじゃありませんわ。誰だ。観念しな、モルコ。できない冗談だ。すげえ。これ以上は出たかねえ。モルス、この腰抜け。大将、やつは裂け目から出た。モルスのやつ、あの爆発と関係大ありでした。嫌な予感がプンプン。カリュドーンの子め、決着をつけると息巻いておきながら、なんとも退屈なレースだったな。せっかく親分が目をかけてやっていたのに、シーザーめ、やる気がないにも程がありますね。だが退屈も結構なことだ。少なくとも数年は火の湖を心配しなくていいのだからな。エーテル結晶が大量に現れたぞ。エーテル重合触媒、有利状態にあるエーテル粒子の結晶化を促す代物です。都市の企業がエーテルの生産量を増やすために開発した技術ですよ。この場所の得意な環境ではさぞ効果があるでしょうね。ルシウス、まさか貴様。そうですよ、ポンペイの親分。あなたの火打ち石は僕がすり替えておきました。火の湖は間もなく完全に消滅します。ああそうそう、この触媒を使うと付近のエーテル濃度が急激に上昇するんです。特にエーテル適応体質以上の人には深刻な結果をもたらすでしょうね。ルシウス、貴様よくも断じて許さぬ。おいおい、よくも僕の右頬に傷を増やしてくれたな、怪物め。ここまで侵食が進んでいて、まだこれだけのパワーがあるとは。貴様なんぞに期待していたとは。
俺の目は飛んだ節穴だったようだ。都市のエーテル企業と結託することがどんな結果をもたらすか貴様は分かっているのか。やだな親分、みんながみんなあんたみたく古臭い自由と仁義を信じてるなんてまさか思ってないよな。弱者能なしももうとっくに時代から見捨てられてるんだよ。エーテルの力さえあれば僕はリーダーのいない郊外に新たな秩序を打ち立てられる。僕の指先一つで動く王国をな。どうしたボス。カリドーンの子の痕跡です。奴らはもうすぐシンダーグローレイクに到達するかと。何？あれだけの火薬があって奴らを葬りされなかったのか。ひとまず撤退するしかないか。この目で火の湖の消滅を拝めたら90点だったんだけど、これじゃいいとこ60点だ。すみませんねポンペイの親分、どうやらお別れしなくちゃいけないみたいなんで今楽にしてあげますよ。いや待てよそうかそういうのもありか。親分これで終わっちゃうのは悔しいですよね。カリュドーンのこと決着をつけないままってのは。警告、目的地のシンダーグローレイク付近でエーテル濃度の急激な上昇が検出されました。なんだと？何があったんだ？シンダーグローレイクの近くにカメラの類はない。現場の状況はまだわからないけれど、こういった異常は良くないことに決まっている。くそ、あと一歩遅かったですわね。ルシー、何があろうと俺らはできるだけ最速であそこに行くぜ。プロクシー、俺らのバイクは？気にはなるが叫めれ。目の前のエンジリアに集中しろ。そんなに遠くないよ、ついてきて。フェアリー、死の湖は今どんな感じ？今もなおエーテル濃度が上昇中です。また火の湖の熱源も縮小中。やっぱり何か起きてやがる感じだな。みんなのバイクはこの先にあるよ。
の仕業かよ。火の湖を消そうとしてやがる。石油がなけりゃここは奴の思いがまま。警告、敵のエーテル活性が上昇。逃げ。武装解除。絶対に勝つ。いやいや、ちょっと待って。投降しなさい。この距離じゃどうにもなりませんわ。石油が消えたらルシウスはここをどうすんだろうな。もう奇跡でも起こらない限り。火打ち石を届けるぜ。何？待てシーサー、あんた危ない。こっちの大馬鹿。死にますわよ。正気ですの。シーサー、待ちなさいよ。シーザー、場所なんていくらでも買いが利きますわ。そうだよなルーシー、石油がなくたって俺らは別の場所で生きていける。けどそうしたくてもできねえやつらはどうなる。悪い、これしか思いつかねえんだ。
リン、荷造りは終わったよ。これで家に帰る準備は大体できたかな。プロキシ、はあ、よかった。まだ出発してなかったんだな。見送りに間に合わないかと焦ったぜ。シーザー、わざわざ来なくてもいいとこの前言ったろ。旧油田エリアの方は今大変なんだろ。そういう時こそ君という覇者が表に出て指揮を取ってあげないと。あのな、言ったろ、俺様はただの覇者代理だって。覇者の地位は今でもポンペイのおっさんのもんだぜ。あの日あいつが投げ込んだ火打ち石がルシウスにすり替えられた偽物だったとしても、あいつが最初にゴールした事実は変わらねえ。ルシウスといえばシーザー、あの男の行方は分かったの？いや、まだつかめてねえんだ。あいつの部下だったモルスの行方もな。ふん、悪知恵の回るやつだぜ。あの日すぐバーニスとパイパーがやつを包囲したんだが、まんまと逃げられちまったけど、やつが残してったもんから都市のエーテル企業と結託してた証拠が見つかったし、あの日のことがイアスに録画されてたおかげで、やつの悪行は旧油田エリアの走り屋に知れ渡ったからな。プロキシ、ホロを出てから礼を言う暇もなかったな。火の湖を守れたのはお前のおかげだ。ありがとよ。そんな、全部シーザーのおかげだよ。火の湖が消えそうになったあの時、私もうどうにもならないと思ったもん。あんたがバイクで走ってくのをただ見てることしかできなかった。おいおい、どんどん感傷的になるなって。俺様は助かったんだぜ。なんだか知らねえが、噴出口の下に隠れてた空間の裂け目でな。なあプロキシー、なんだってあんなにうまくいったんだ？あ、専門家の友達が言ってたんだけど、ああいう裂け目の周りって気流が複雑なんだって。だからエーテル粒子も不安定になりやすくて、なかなか塞がらないみたい。それに天然ガスとエーテル粒子が微妙に拮抗してたせいで、あの裂け目は移動が起こりにくい状態でもあった。だからもう何十年とあの場所に存在してる可能性があるらしいよ。火海に入りて英雄は戻る。初代覇者が火の湖に身を投げた時もあそこに飛び込んだんだろうか。初代覇者の伝説がマジモンだとは考えたこともなかったな。こいつは思わぬ収穫だぜ。当時の人たちは空間の裂け目なんて知りえないし、初代覇者も何が起きたかわからなかっただろう。伝説にあった神様の下りはその辺りから生まれたのかもしれない。とはいえ、火の湖の真ん中がちょうど空間の裂け目だなんつうのは、神様の仕業を疑いたくもなるぜ。そういえばシーザー、空間の裂け目に落ちた後のことって覚えてるの？飛び飛びにはな。けどぼんやりとだぜ。なんせもう死んだも同然だと思ってたからな。あそこは真っ暗で1秒だって意識が持たねえ気がした。だけど裂け目を越える時の圧迫感みてえなのははっきり感じたな。その後真っ暗闇の中に光が見えたんだ。本能がそうしろって言うから、スロットルを全開にして突き進んでよ。あとは知っての通り、お前らのとこに向かって真っ逆さまってわけだ。また会ったなと言った次の言葉が、ルーシー、俺様が死んだらカリュドーンの子を任せただものな。あれは少し予想外だった。ああ、だってよ、あいつはずっとカリュドーンの子を俺様から引き継ぎたがってたろ。はっきりさせとかねえとってあん時急に思ったんだよ。これでさぞ安心だろうと思いきや、あの暴力女、あなたのお下がりだって死んでもごめんですわ。だもんな、俺様の顔面を思いっきり引っ叩きやがって。
あれは強烈だったね。私もライトさんも思わず唖然としちゃったもん。おかげで俺様の顔は次の日になってもパンパンだ。お前らもめちゃくちゃ笑うしよ。しかし今回はマジで心配をかけちまったな。そうだプロキシ、町へ帰るんなら俺らからの花向けを受け取ってくれよ。おや、これはサンフリントじゃないか。なあ、カリドーンの子のみんなで作ったんだ。まあみんなっつっても俺様は手伝いに間に合わなくて、真ん中の模様を描いただけなんだけどよ。ありがとう、大事にするね。プロキシ、また郊外に来たくなったらいつでも歓迎するぜ。灰からよみがえれってな。もうバックミラーではシーザーたちが見えない。
あと少しで郊外ともお別れみたいだ。周りと景色は私が見てるから、お兄ちゃんは運転に集中して。それにしてもこんな郊外の端っこまで護衛してくれるなんて、シーザーたちって義理がたいね。火の湖が消えそうになったことを思い返すと背筋が寒くなってくる。音楽をかけながら家路についている今この時がまるで夢みたいだ。どうしたのお兄ちゃん、なんだか感慨深げだね。シーザーが無事でよかったというのはただの結果論に過ぎない。火の湖に裂け目があると判明したのは、彼女が捨て身であの場所を救おうとしたからだ。落ちていくシーザーをただ見ていることしかできなかったあの無力感、もう二度と経験することはないと思っていたけれど、まるであの時のようだ。お兄ちゃん、リン、こういう時やっぱり僕たちは家族なんだと感じるな。同じことを考えているみたいだね。ちょうどここは都市の境目あたり、それにイアスやフェアリーもいる。いい頃合いかもしれない。案内ルートを外れました。助手2号、帰宅ルートを再探索します。大丈夫だフェアリー、外れてなんていない。僕たちの帰り道はね。着いた、上まで行こうか。ほらイエス、スカーフ忘れないで。いやいや、ここに帰ってくるのは随分久しぶりに感じるね、リン。フェアリー、ここがどこか知ってる？検索完了。ここは第一交代中部の新エリート側です。第一交代とは新エリートの前身となるエリートで発生した巨大ホロー暴走災害、通称キュート陥落事件の産物です。当時の指導者たちは0号ホローの暴走を制御すべく、エリート南西から北東にかけて計14基もの四季夜の塔を爆破。爆発による衝撃が強烈な地質活動の連鎖を引き起こし、第一交代を形成するに至りました。そう、第一交代には侵食できるものがないから、拡張に必要なエーテルエネルギーは得られなくて、ゼロ号ホローの暴走は止まったの。第一交代が新エリートの建設を可能にしたとも言えるね。本来ならこの先はスロノスクにほど近いエリート市街地の北側に通じる道だ。車で10分も走らないところに大きな像が立っていた。ホワイトスター学会のね。それの手前で左に曲がると昔のミネルバク7番通り、左側にアンティークショップがたくさん並んでて、お兄ちゃんがちっちゃい頃よく偽物捕まされてたっけ。その向かいにはリン御用達のお菓子屋が軒を連ねていた。僕は偽物を捕まされる前におねだりに負けて食べきれないほどのお菓子を買い込む羽目になった。食べきれないなんてことなかったでしょ。テーブルに置いとけば1分もしないうちにみんなが取ってっちゃうんだから。お兄ちゃん忘れたの？忘れるもんか。話を戻そう。7番通りの突き当たりから2つ、いや3つのセキュリティゲートをくぐれば綺麗な建物にたどり着く。そこに私たちの先生がいた。いつもプレートの右側に立ってイアスと一緒に私たちを待ってた。ヘイリオス研究所、あの場所こそ本当に僕たちが帰るべきところなんだ。それは今もあそこにある。第一交代を越えたゼロ号ホローの奥深く、キュートの瓦礫の下に。また来たよ先生、ご無沙汰しててごめんね。いろいろあって。
マスター、助手2号、僭越ながらその大切な方のご冥福を心よりお祈りします。お望みでしたらその方の名前を検索し、遭難者慰霊碑上の位置をマークすることも可能です。カローレ、カローレアルナ。遭難者データベースに該当する人物なし。キュート陥落事件に関連する情報内で1件のみヒットしました。05フォローを暴走させキュート陥落を引き起こした元凶、ヘイリオス研究所上級研究主任カローレアルナ及びその他関係者は大罪人として歴史に名を残すだろう。推測、ご提供いただいた名称に間違いがあるか、同姓同名の別人がヒットしたものと思われます。何も間違ってなんかないよ。当局が公式にキュート陥落を引き起こした張本人って発表したカローレアルナ上級研究主任は僕たちの先生だったんだ。私たちを育てていろんなことを教えてくれた。 HDD システムもイアスも全部先生が残してくれたもの。そしてキュート陥落の日に私たちを救ってくれたのもフェアリー。前に聞いてきたでしょ、私たちが05フォローの調査に参加したいわけ。今ならわかるよね。観測データを十分に集めればいつの日か05フォローの深部まで入ってヘイリオス研究所の廃墟を調査できる。僕とリンがプロ騎士になったのはそのためだ。先生の手がかりがあの場所にあるって信じてるから。僕たち兄弟の命にかけて、先生は決して滞在人なんかじゃない。必ずキュート陥落の真相を暴き、彼女の汚名を晴らしてみせる。なぜなら警告、未知の対象が接近中。え、こんな時間に一体誰が。む、あなたは単位フォロー6課の星見みやび課長。ああ、あの穴井に引いてたボンプの持ち主、並びに独立調査チームの責任者だな。お前たちに敗北を喫するとは思わなかった。覚えてくれてて光栄ですけど、敗北ってのはどういう。誰よりも早く第一交代異例の地を訪れる修行だ。そして彼女のそばにいてやりたくもあった。みやびさんも誰かを思い出しにここへ。ああ、母上をな。それはお悔やみを言わせてください。一日でも早く心安らげる日が来ることを願います。礼を言おう。だが私はまだ安らぎを得るつもりはない。というと。安らぎなど不要だからだ。キュート陥落を引き起こしたトガ人とそれにまつわる全てのものに枷をはめるまでは。私は逃すつもりはない。誰一人としてな。